これがついたおかげで斜めに照射しても台形補正まで自動でやってくれる。はい、音がめちゃめちゃいい。相変わらず音はめちゃめちゃいいです、ハーマンカードン。そして、ご覧いただいて分かる通り発色めちゃめちゃいい。前能力これ良くなってんじゃないですかね。どうもこんにちは、ミカスです。以前紹介しました紙モバイルプロジェクター、 Android テレビを搭載しててハーマンカードンのスピーカーを装備しててっていうね、でフル HD で300アンシルーメンっていう、まあ紙モバイルプロジェクターということで紹介したこのモゴプロっていうプロジェクターなんですけど、その新型を紹介しようと思います。はい、こちらでございます。モゴプロプラスになりました。えらい進化してます。えらい進化。では早速開封していきましょう。はい、こんにちは。おー、出た、色が黒くなった。はい、まず付属品が、電源のね AC アダプター、あとね説明書、分厚いやつ。はい、あとリモコンがついてきたんですけど、リモコンは、旧型とね全く同じものがついてきてます。はい、大きさはモゴプロとまあ、まるっきり筐体は一緒ですね。はい。まあ、ここにね、まあ、レンズ部分、プロジェクターのレンズ部分があって、で、ここハーマンカードのスピーカーが入ってるわけです。ちょっと後で音をやりますね。そして、天面が、タッチパネルになってます。背面ですね。背面に、まあ、電源ボタンとか、まあ、端子類が、備わっていると。で、底面。はい。まず底面に進化が見られます。これね、これ何かっていうと、はい、これねスタンドなんですよ。スタンドちょっと斜めに本体を置けるんですよね。旧型はちょっと今クイックリリースしちゃってますけど、旧型はただの何もない底面だったんですけど、今回のはこれが起きることで普通に置いたらこうで、スタンドを立てるとこうちょっと斜めになるんですよね。これ嬉しいんですよ。あの三脚まではいらないけどちょっと斜めにしたいなっていう時、雑誌挟んだりしてたんですけど、それが花から備わったといったことですね。はい。で、その他進化点についてなんですけど、まず基本的なプロジェクターの性能っていうのは同じになります。300アンシルーメンで、スピーカーもハーマンカードンで、まあ、充電式で、まあ、リモコンがついてて外でも使えるっていうね、この大きさでものすごい明るさなわけですよ、300アンシルーメン。で、じゃあ何が進化したのっていうとこなんですけど、ここなんですよ。さあ、お分かりいただけますでしょうか。なんかね、カメラみたいなちっちゃいのついてると思うんですけど、モゴプロ、オートフォーカスがついてるんですね。こう、何かに向かって照射するときに、そこまでの距離を測って、自動的にピントを合わせてくれるっていうオートフォーカスがついてた。だけど、まあ、モバイルプロジェクターなんで結構持ち運ぶことが多いと思うんですけど、これがねちょっと斜めのところからしかこう照射できないって言った場合は、手動で台形補正とかやってたんですよ。斜めになった時に画像が斜めになっちゃうやつを。それがなんとこれがついたおかげで斜めに照射しても台形補正まで自動でやってくれる。モバイルプロジェクターだからこそそこがすごい重要で、普通のプロジェクターみたいにがっちりセットしてっていうよりは、持ち運んでどっかにポイって置いて、だいたい向き決めればあとは自動的に合ってくれると、ものすごい使い勝手が向上する。素晴らしいですよ、素晴らしい。そもそもがもう紙プロジェクターだって自分言ってたんですけど、それがさらに進化した。もうとんでもないですねこれ。では実際どんだけこれがすごいのかっていうのをちょっと照らしてやってみましょうか。ちょっとずれてたとしますよね、こんな風に。そうすると、はい、斜めに置いた場合はすごく画面が斜めですよね。そういうことなんです、そういうことなんです。これの補正はできなかった。オートフォーカスとチルト方向の台形補正はできたんです。じゃあモゴプロプラス行ってみましょう。はい、こう斜めにしてもこれがほら、これすごくないですか。これね、ちょっと今電気つけましょうか。すごく斜めに向いてるの分かります？このスクリーンに対して。これで分かりますかね。ち
ょっと分かりにくい分かりにくいんですけど、スクリーンに対してちょっとこれプロジェクター右向いてますよね。で上向いてる、それも、まあ、ぴったりに合わせてくれるわけですよ。素晴らしい。でしかもですね、明るさ、その300アンシルーメンっていうのは同じなんですけど、発色がだいぶいいですね。はい、音がめちゃめちゃいい。相変わらず音はめちゃめちゃいいです、ハーマンカードン。そして、ご覧いただいて分かる通り発色めちゃめちゃいい。前のよりこれ良くなってんじゃないですかね。と思ったら前のよりだいぶいいみたいです。なんか新しい、まあ、システムというか技術で、あの発色も良くなってるっていうことで、すげえ綺麗に映ってます。でね、これフル HD のプロジェクターなんですけど、このように 4K を選択することもできます。画質は良くならないんですけど、 4K を選択できるんであれば、ネットの環境が 4K 選択できるスピードがあるんであれば 4K を選択してあげるとノイズが減るので最高画質で見ることができます。特に動きの多い映像とかね、めっちゃ綺麗だな。はい、でまあこのように音もいいと。まあということで、まあ、プロジェクターとしての基本的な部分っていうのは前回も紹介した通り、まあ紙プロジェクターといえる仕上がりなわけですよ。まあ何しろ音もよく、画質もよく、自動補正でバッテリー内蔵、これを持ち歩かないで何に使うんだっていうぐらいの素晴らしいプロジェクターでございます。で、もちろん Android テレビなので、まあビデオオンデマンドも見れますよと。で Hulu、Amazon プライムビデオはそのまま見れるんですけど、 Netflix に関してはちょっとこれアプリでの運用が難しくて、ちょっとね別のやり方しなきゃなんないんですけど、それはね、前回の動画リンク載せてありますんで、そちらからご覧になってみてください。まあ Netflix も見れます。はい、まあ一番のトピックは台形補正が自動になった、左右の台形補正も自動になった、そして、下に底面に台座がついたといった感じですかね。まあモバイルプロジェクターとしては最高峰の商品なんじゃないかと思います。では次にモバイルプロジェクター最高峰のこのモゴプロプラスに対して1個上のランク、まあ、まあモバイルとしても使えるんですけど一回りでかいタイプ、ハロっていう、まあこれも一応モバイルプロジェクターになるんですけど、まあモゴシリーズの上のクラスになります。ズーベシュ、はいこんにちは。ちょっとでかいんですよ。はい、付属品はモゴと一緒で、まあリモコンと電源とリモコンの電池以上ですね。さあ大きさを比べるとやっぱりね、ハロはモゴと比べて 1.5 倍ぐらいでかいかな。うん、まあ持ち運びするにはちょっと大きいかなっていう感じはあるんですけど、このハロとモゴ何が違うかっていうと、もうパワーが違います。300アンシルーメンに対してこっち900アンシルーメンです。明るいっていうことは離れたところを照らしても明るさが維持できるっていうことで、もしくは昼間でもより明るく見れるっていうことですよね。昼間だったらより見やすく明るく、夜だったら、まあ夜だったら300アンシルーメンでも十分なんですけど、より離れたところから、要するにより大画面で見ようと思った時はパワーがあるプロジェクターの方が、まあ、見やすいわけです。その他基本的なところっていうのはまあ同じ。やっぱり持ち運びに特化したこの紙モバイルプロジェクターに対してもうがっつり固定して大画面でもう100インチで行こうぜみたいなね。こっちはちょっと100インチ昼間だときついんですよ。ちょっと明るさ足んないんですよ。夜だといいんですけど、こっちは昼間でも100インチ行こうぜみたいなね。そういう違いがあるわけです。はい。では早速ちょっとこいつとこいつ投影してみてどんな風に違うのかっていうのをね見ていこうと思います。さあということで今ですね外に持ってきてまして、100インチまでいけるっていうことなんで100インチのスクリーンを用意しました。で100インチのスクリーンでちょっと YouTube 見てみようと思います。では実食いってみましょう。
さあいかがでしょうか。全然いけますね。全然見れる。まあ確かにね、ちょっと50インチぐらいの大きさでやるのに比べるとちょっと暗いかなって気はするんですけど、まあ全然 OK ですよ。いやー綺麗。電動自転車のね撮影とかで霞が出るって聞いたんですけど。じゃあですね、これに対して、これに対してですよ、この300アンシルーメンに対して、900アンシルーメンのハロ、これが一体どんな風に見えるのか気になるところだと思うんですけど、じゃあね、ちょっとハイエンドのハロの方に切り替えてみようと思います。さあお次はハロでございます。いやー桁違いに明るいな。全然違いますね。じゃあちょっとこっちでも YouTube 見てみましょうか。明りー、いやー素晴らしいなこれ。はい、まあこんな感じで、やっぱりなんつったらいいんだろう、まあパワーが全然違いますよね。これならちょっとテレビの画面を暗めにして、夜映画とかね見るとき、部屋の電気とか消したときってこのぐらいの明るさで見るんじゃないかなと思う。うちはそうなんですけど、そんな感じの明るさなんですよ。すげえ明るいです。まあ、300アンシルーメンに対して900アンシルーメンっていうのはこんなに変わるんですね。はい、ということで、まあ比べてみるとやっぱりちょっと差はあるなっていう感じはあるんですけど、まあハロはね明るいだけあってちょっと重い、でかいっていうのがあるんで、まあ値段的には1万5千円から2万円ぐらい、まあそのぐらいの差をどう見るかっていうところですかね。うん、まあモゴプラス、モゴプロプラスに関しては、まあ自動的に台形補正やってくれたりするっていう機能があるので、まあ好みかな。ということで比較してみるとこんな感じでした。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。